これより攻守陣地を入れ替えて試合は第2クォーターに進みます。さあ向き変わりまして、その状況に変化生じるでしょうか。これより第2クォーターに移ります。ありがとうございます、ぜひこの熱戦をご視聴いただけますことをお願い申し上げます。これより第2クォーター攻撃戦の取り組みは東海大学第1クォーター敵陣24ヤードからサードダウンの攻撃。さあここで右オープンへのランプレーを展開しようとしましたが、ここでボールをプレッシャーからファンブルしました。しかしこれは結果的に外へ出ましたので、攻撃権はそこそこしておりません。ですがブロックロスになりましてフォースダウンと変わります。タックルをボールをファンブル、そのボールはそのままサイドラインが出ましたので、その時点でボールゲット。トライ後のプレーでコーナーでロスをしています。関西大学第1高校フォーメーションを変えました。フィードボールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス46ヤード。このキックはショート失敗となりました。関西大学第1高校結果的に4回目の失敗ですので、ここで攻守交代となります。攻撃はテイクオーバーが変わりまして関西大学に変わります。フィードボールも通過することはありませんでした。無得点。ここで攻撃権は関西学院高等部に変わります。さあ関西学院関大地高の攻撃しのぎまして、攻撃取り返し、ここより反撃に入ります。ボールオンは自陣29ヤードから関西学院ファーストアンテン。関西学院高等部ファーストアンテン。しかしこれを関大地方ディフェンスラインが一旦パスをリフレクト。しかしクォーターバック球は自ら抑えパスキャッチ。ここからキープしまして、結果的にクォーターバックのパスキャッチとなっております。原因は約3ヤード。結果的にパスキャッチを決めましたのは関西学院クォーターバック9番の長澤でした。3年生関西学院高等部セカンドダウン。関西学院セカンドダウンセブン。何学ハンドオフを受けました。ランニングバック21番大西体をねじ込んで約6ヤードのゲインに変えております。粘り上でランを披露したのは21番の大西でした。2回生失礼しました、2年生です。ゲインは6ヤード。関西学院高等部サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り1ヤード。その勢いを今度は攻撃に変えるでしょうか。関西学院サードダウン残り1ヤード。さあこれより関西学院のフォースダウンになります。関西学院パンフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃フォークとなります。しかし陣地挽回を図ります。
このパントは神田一工人27ヤード付近でボールレットし、ここで攻守交代となります。関西学院高等文法スタンの攻撃はパントにより攻撃権を放棄。パンター98番井森優吾のパントにより陣地を挽回し、攻撃権を相手チームに渡します。攻撃権は関西大学第一高校に関してのさまざまな情報をいただけているようですね。これらが試合に影響を及ぼす可能性は十分あるかと思います。キリン長様、QB がパスキャッチした場合、相手に接触してのパスキャッチというのがどのように判定されるか、これはノーバックシルのパスキャッチとなります。ディフェンスラインがオフェンスラインが一旦ディフェンス選手が増えれば誰がキャッチしても構いません。もちろん投げたクォーターバックがキャッチしてもパスキャッチとなります。さあ攻守変わりまして神田一高ファースト3点の攻撃です。関西大学第一高校ランニングバック11番向井博樹のランプレー、4ヤードのゲイン。ここはオフェンスライン陣が素晴らしく力強い仕事をしています。関西大学第一高校セカンドダウン、バックスに注目が集まりがちですが、実際にはそれ以外の10人のブロックが非常に大きく左右します。その中核を担うオフェンスラインマンの仕事はアメリカンフットボールにおいては非常に重要なポジションです。神田一高セカンドダウンファイ、さあこれもランナー決まった。攻撃権更新ファースト、関西大学第一高校ファーストダウンを獲得。関西大学第一高校ランニングバック21番デニズ智樹のランプレー。テクニカルなランを決めましたが、関西地高のランニングバック21番のデニズでした。ファーストダウン獲得です。これは同時にオフェンスラインマンが素晴らしい仕事をしている証でもあります。さあ関西地高ボールを自陣39ヤードに進めましてのファーストダウン点。関西大学第一高校自陣39ヤードからファーストダウン点。さあランを重ねます。今度は11番にハンド、関西大学第一高校2分陣駆け上がり約4ヤードのゲインを図っております。キャリア11番は向井3年生です。ランニングバック11番ヘルメットオフ、関西大学第一高校の方はその通りですね。この場合はパスの記録、レシーブの記録、総合学校の関西大学第一高校ランニングバック11番向井博樹のランプレーで4ヤードをゲインしています。関西地高セカンドダウン6、関西大学第一高校セカンドダウン、鮮やかなランを展開するランニングバック21番のデビズです。2年生素晴らしい仕事をしています。関西大学第一高校敵陣に入り、敵陣47ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン点。インコースを狙うロングパスを投じました。ターゲットは6番でしたが、しかし関西学院このディフェンス陣堅固です。そのレシーバーを進出させずパス不成功に変えています。ダウン1つ変わりまして神田一高セカンドダウンに変わります。セカンドダウン、中央ランプ、しかしこれは関西学院に止めます。何役11番関西大学第一高校ランニングバック11番向井博樹のランプレーで1ヤードをゲイン。タックルしたのは関西学院高等部ラインバッカー6番中健人でした。17番の、鹿島、3年生です。神田一高相手陣46ヤードからサードダウン9。
関西大学第一高校サードダウン。さあここでランニングワークへのフレアパスでオープン展開を図りました。しかしこれも関西学院17番対応しまして、オースタウンに変えます。ここは素晴らしい読みを披露しました17番の田島でした。2ヤードほどのゲーム。関西地方フォースダウン7、フォーメーションを変え、パントフォーメーションを取る模様です。バッターは39番の今村が務めます。これはナイスパンス交代です。パンターここはリターンができない。関西大学第一高校投手団はパントによる攻撃権を放棄。パンター39番今村陽介のパントによる攻撃権は関西学院高校に入ります。結果関西学院に深い力の攻撃に入ります。これは39番パントがボールネット上得点。関西学院高等部自陣4ヤードから攻撃を開始します。関西学院は自陣4ヤードから攻撃を開始します。関西学院ファーストアウンテ、さあランプレーが入った。まず着実に陣地返さんというところですが、これは関西地方なら見事に対応し、このランむしろ押し返し1ヤードロスに変えています。関西大学第一高校ディフェンスバックの7番津田亮がロスタックル、1ヤードのロスを奪っています。さあ押し返される形に関西学院になっております。ボールオン自陣3ヤードからセカンダウン11。前に前進していたアクションの進んだところまでの判定となった模様です。従いまして結果的にはゲイン1ヤードという状況でサードダウンに変わります。チームタイムアウト。ここで神田一高が時計を2分5秒に戻してください。時計を2分5秒に戻してください。神田一高が前半2回目のタイムアウトを行使しました。前半の残り時間を確保し反撃に出ようという考えのようです。関西大学第一高校前半2回目のタイムアウトの要求です。段階で時計止まりますので修正入り、前半残り時間2分5秒となっております。2回目のタイムアウトがまもなく解けます。関西学院自陣3ヤードの厳しい状況、サードダウン11の状況にあります。さあ突破になるでしょうか関西学院。むしろここで追い込むか関西地方。関西学院サードダウン11。に変わります。チームタイムアウト。
関西大学3回目ラストタイムアウトです。神田一高ここで関西大学第一高校前半最後のタイムアウトの要求です。この結果試合時間前半残り1分56秒で徳永は止まっております。神田一高この優位な位置をなんとか生かさんという考えでこの守備の段階で全てのタイムアウトを使い時間を確保しました。ここでパントフォーメーションを組みました。関西学院高等部フォースダウン、さあリターン入った、まとっている、マジか、関西野球高等部フォースダウンは関東選択、ここからですね、ここからの攻撃を変えます。さあこのパントを関西野球第一高校リターナー10番入ります。今の日は前半残り時間1分39秒、その時点で攻守交代となります。神田一高ファーストアンテン前半終了まで残り1分39秒、関西大学第一高校62ヤードからファーストアンテン、さあまずランプレーから投入、ラニバック11番1周点突破かりますが、しかし中で倒れました。時計回ります。タイムアウトは残っていません。関西大学第一高校ランニングバック11番向井博之のランプレー、しかしここはノーゲイン、続いてセカンドダウン、再び1周点のランプレー、関西大学第一高校ランニングバック21番レイジトモキのランプレー、ゲインは3ヤード、ここでホイッスル、ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。残り2分を切った状況ですので、故意にタイムアウト、負傷タイムアウトを取るという可能性があり得る状況でもありました。このため審判団がここで措置に従い9秒減算の措置となります。左のタイムアウトが取られました。従いまして試合時間残り44秒で試合再開、そして時計回ります。試合の残り時間が10秒減らされます。パス不成功、ここでエンドゾーンを狙うパスを神田一高を投じました。ターゲット10番、しかしこれは関西学院カバーよくパス不成功に変えています。神田一高フォースダウンに変わります。関西大学第一高校フォースダウン、さあ前パス失敗ですが時計は止まりましたが前半残り時間24秒、神田一高フォースダウン8、
フォーメーションを変えました。フィードのトライ、キックによる3点狙います。しかし関西学院ブロック、失速したボール結果が入らず、リードボール失敗、もう失敗となります。ここも関西学院しのぎました。攻撃権は関西学院高等部に変わります。前半終了まで残り17秒、前半残り時間17秒ですが、関西学院攻撃を取り返す形になりました。関西学院自陣20ヤードからファーストダウン10。しっかり行くぞ。ファーストダウン、ここで攻撃を取りました。ランニング22番スピードによって右オープン展開しまして攻撃権更新です。上台のランでした。14ヤードのゲイン。ここでホイッスル。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、ここで前半の終了です。第53回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会2回戦、関西大学第一高校対